はじめに岡田監督を先頭に日本一のペナントを持った選手たちが入場。この日66歳の誕生日を迎えた岡田監督をおよそ3万9000人がハッピーバースデーを合唱し祝福しました。選手たちは仮装やリレー、綱引きなどで来場したファンと楽しい時間を過ごしました。サンテレビからの敢闘賞は大山選手に授与されました。そしてトークショーでは大山選手、村上選手らが参加し、日本シリーズ MVP の賞金の使い道で盛り上がりました。選手の皆さんとなんかちょっとご飯行こうよとかないんですか？みんなに使ってくれるんですね。坂本さん、みんなに使ってほしいですよね。言ってもらった日には言ってたんですけど、もう変わってるかもしれないです。優勝旅行で、あ、その時になんか使ってくれる。はい、ハワイで何か。おはようございます。時計か車でお願いします。で、時計か車で。近本選手です。トーク MVP には近本選手が選ばれました。さて近本さん、この話の続きですけれども、まもなくハワイに行かれますが、優勝旅行ではどんなご褒美が待ってるでしょうか？そうですね、何がいいんですかね。いや、車とか時計高すぎでしょ。それみんな思ってます、はい、冗談で分かってます、はい、いやでもご飯もね、物価も高なってるんで、はい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 、ちょっと怖いっすね、はい、足出そうっす、それは。もうそうだったら日本で、もう日本で、いや日本でもちょっとそうか。嬉しい悩みといったところかもしれませんが、またね、どこか機会があれば、何がご褒美として振る舞われたのか、機会があればで、はい、分かりました、はい。